い、どうもワンマンイリックです。さあ今回の動画はですね、はい、都営新宿線の急行に乗ってみた動画です。乗車録動画久々ですよ。まもなく5番線に急行元山田行きが10両編成で参ります。ホームドアから離れてお待ちください。次は市ヶ谷に止まります。 The next train will be arriving shortly。さあ何系列車か、お、また1万の、あれ画面がだらけ間違えたらダメだけど、まあ、何がだというのもいいや。概要欄に書いておきますんでね、ご覧ください。はい、こちらです。1万円方ですよね。これ E233 系をベースにしてますね。
さあ、次回を出ますと次は飛行場、マクロ横山の電車いたします。今回はですね、はい、今回はですね、森下でおります、あの深川のね、森下の方で今日はおりやすいになります。まあ、そのここまでの間をごゆっくりお楽しみください。はい、九段下ですね。あ、九段下といえば向かい側の半島門線が見えますね。はい、九段下といえば向かい側の半島門線と、ね、改札、中間改札もない駅ですね。不思議なですよ。さあ、あっという間に神保町です。新宿線といえばさ、まあ、私的な見解なんだけど、やっぱね、都営界の、ね、中央線的な感じですよ。まあ、うちがさループラインでまだセンターラインも存在して、まあ、そんなのどうでも、細かいことはどっちでもいいんだけどさ、もうすげえな。まあ、そういえばさ、あれ全域再現見られましたでしょうかね。プラレールで、東京の地下鉄完全再現というのがあるか動画を、まあ、詳しいことは下の概要欄にね、リンク貼っておきますので、そちらをご覧いただければ分かるんですが、もうすごいな。比べたいですね、全面展望と。皆さんもね、下の概要欄に貼ってあります動画とね、全面展望を見比べていただくとね、すごい臨場感が与えますね。高低差がやばい、まあ、どこの路線も低差が半端じゃないから、まあ、ただなぜ半端じゃないかといったらね、もうこれね、某NHK 番組でも言ってたんですけどね、なんだっけ、次は停車駅、馬喰横山で10両編成の各駅停車、本屋渡り木山で帰ってきます。お、先ほどの確定にね、抜かれていきます。岩本町でも抜かれていきました。さてね、で某 NHK 番組の方ので言ってた話に戻すけども、確かね、道路、地下鉄ってさ、道路でしか作れないっていうのがね言われてるんですけどね、まあ、そうこうしてるうちに暴露横山です。まあ、細かいことはコメ欄でね、なんかご指摘し合っててくださいませ。
The doors on the left side will open. Please change here for the Toei Asakusa line and the J.さあ、マクロ横山が出ますと次は森下です。まあその森下で今回の動画はここまでとさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございます。31.2